はい、クリスマスの、ね、メッセージをしたいと思います。はい。クリスマスが証明するあなたの価値ということでお話をしたいと思いますが、まあ、お話し始める前にというか、実は今日はプレゼントを持ってきました。はい。本当は全員にお渡ししたいのですが、予算の都合上一人だけすみません一人だけです。はい。で、ズームで見てる方は申し訳ないんですけど、ちょっと現場じゃないとうまくいかないので、現場だけを対象にということにさせていただいてね、気持ちとしては差し上げてるという気持ちでやっていきたいと思いますけど、で、これは素敵なプレゼントです、ね、もらったら嬉しいと思います、ね、で、複数の場合は欲しい人が複数の、欲しい方に差し上げますが、欲しい人が複数いる場合はちょっとじゃんけんしていただきますすいません、それしか方法がないからね。よろしいでしょうかね。はい、じゃあ手を挙げてください。じゃあ欲しい人、うわみんな遠慮がないな、みんな純粋すぎない？これ全員でじゃんけんすると大変なことになるから、じゃあこれだとね、じゃんけんゲームになるな、やっぱね。はい、私とじゃんけんゲームしましょう。いいですか？いいですか？はいはい、あげていただいて、負けたらちゃんと正直に下ろしてくださいね正直アイコは残っていいよ。はい、アイコは残って、あ、でも時間かかるから、あ、すごい勝った人だけ残って、そうそう狭いもんですね。はいはい、いいですか？じゃんけんポン、グーです、グーです、グーです。はい、パーの人だけ残ってください。パーの人だけ、あ、いいですね。はいはい、せーの、じゃんけんホン。はい、グーの人だけ残ってくださいね。グーの人何人いる？一人だけ、すごーい。はいはい、じゃあプレゼント差し上げますが、実は2つのうちから1つ選んでいただきます。2つ用意してますが、片方だけ選んでください。1つはこれです、うん、ね、これか、はい、これか、もう1つはこれです。さあ、最初のが A、こっちが B、はい、A か B か、いいですか？はい、A と B、はい、じゃあ A にします。A にしますか？A にしますか？もう一度聞きます。賢く選んでくださいね。言ってる意味わかりますよね。もう一回聞きます。 A か B か。 A かな、やっぱり A。 ご報道だね。 A です。ですよね。ですよね。そりゃ誰が見ても B だと思うんですよね。ということで B を差し上げます。はい。で、ちょっと待っていただいて、はい、どうぞお戻りください。ちょっと開けるの待っていただいて、まずこっちからちょっと開けましょうかね。逃した魚がどれぐらい大きいか気になるでしょ。なので。ちょっと、あ、なんかヘルパーが必要だな。ちょっとどなたか手伝って、みのりさん、ちょっと、あ、ともいともいともい、はい、ともい、じゃあこれちょっとね、あ、ごめんなさいカメラで映るとこまで来て、ちょっとこれ上げていただけますか。はい、さあね、なんか、おお、はい、はい、あ、すいません、
とも見せるね。はい、これは、はい、ともにありがとうございました。これちょっとじゃあ、はい、ちょっと撤収していただけますか。はい、ラッピングペーパーのプレゼントです。これはラッピングペーパーのプレゼントです。ね、はい、じゃあ B の方をちょっとね開けていただきましょうかね。はい。あ、いいですよ。そこで開けていただいて、ちょっとね言っていただければ。じゃーん。地元じゃないからわからないけど。はい。ロトンド小淵沢です。の。ロトンド小淵沢という道の駅のところにあるいた。2名様分のスペシャルドリンク付き、コース料理が食べれる食事券ですね。はい、本物です。はい、美味しいですね。ここです。ここですね。はい。はーい。ハレルヤハレルヤ。ねえ、どうですか、この気前の良さね。礼拝のメッセージの小道具にしてはコストかけすぎじゃないって思ったかもしれませんけど、ここに大切なメッセージを込めていますので、これぐらいの費用は安いものだと判断いたしました。クリスマスだし、ね、毎回これやってるとね破産しますけどね。はい、ありがとうございました。ということで、まあ、いろんな、ね、メッセージを込めてるんですね、今のパフォーマンスには。まずこのラッピングだけだったプレゼント、これ実はいろんなものを象徴して作ってるんですけど、まず、ね、私の、まあ、クリスチャンなので少し皮肉っぽい見方をすれば、世間一般のクリスマスってこんな感じに見える。正直すごく派手だし楽しげで、音楽も素敵でデコレーションも立派で街は賑わっていて、そしてみんな賑やかにクリスマスパーティーとかするんだけど、残念ながら主役がいないという。そもそもなぜクリスマスっておめでたいんでしたっけっていう、その意味を忘れて祝っている、それが世の中のクリスマスじゃないかなって思うんですね。まあ全部否定するわけじゃないんです。楽しいっていうことはそれ自体いいことだし、イルミネーションもね素敵でウキウキします。なので あいつら何も分かってないくせにっていう霊障的に見てるわけじゃないんですけど、まあ、それにねイエス様の誕生日を世界中が祝ってるっていうことは純粋に、まあ、クリスチャンの立場からするとなんか誇らしい気分になる。でもそこまでやるなら主役を入れてほしかったという気持ちにいつもクリスマスになるとなるんです、クリスチャンとしてはね。で、今日ここに集まった方々皆さん、そしてオンラインでこの礼拝に参加している皆さんは正しいクリスマスの祝い方をしていますね。グッドチョイスですね。もうちょっと嬉しそうにしてほしいですね。こうやってこう最初に皆さんを持ち上げるところから話を始めると、こう心を開いて聞いてくれるかなというテクニックなんですけど、でね、聖書によると神様が人間に素晴らしい最高のプレゼントをくださった、それイエス様なんですって書いてるんですよ。で、後で少し説明しますが、神ご自身が人となったのがこれイエス様って言うんですけど、神が人としてこの地上に生まれた時にどういう場所で生まれたんでしたっけ、皆さんご存知ですか。馬小屋ですね、家畜小屋、まあ洞窟みたいな場所だったかもという説もあるんですけど、いずれにしても、臭くて寒くて汚くて、そういう場所で生まれて貝羽桶に寝かせられたんですよね。このプレゼント素敵なラッピングで来なかったんだよね、全然。で、しかもその場所に居合わせた人たちって、
まあ、当時の非常に一番身分が低いと言われていた羊飼いたちだけが天使からお知らせを受け取って、あの見に行こうということで、あの拝みに行ったっていうことが書いてあるわけでしたよね。で、国の中にはすっごく派手な貴族とか立派ななんか偉い宗教家とかいっぱいいたのだけど、彼らはそこには来れなかったというか、来ようともしなかったっていうかね、会えなかったんですよ、神が生まれた時にね。それはもしかしたらそういう人たち自身が形だけを追い求めて大切なものは見失っている、そういう人たちだったからかもしれないね。つまり彼ら自身がこういうこのラッピングだけのギフトみたいな姿になってたからかもしれませんね。実は聖書によると、私やあなた、もう人類全般、人間が全般的にそういう姿に陥ってるんじゃないですかと聖書は指摘してくるんですよ。私たちはみんな自分がすごく価値ある人間だって見せたいんですね。素敵に見せたい、認められたい、愛されたい、欲しがられたい、なのでいろんなラッピングで自分を覆うんです。例えば、私こんな学歴あります、こんなに能力あります、キャリアもこんなに積んできました、こんなに素敵なファッションです。さっきの塩沢さんのね、なんかコスチュームみたいにあれはいいんですけど、ね、あのこんなに善良な行いをいつもしています、役に立つ人間です、というふうに自分を覆って、だから私は価値があるでしょって、そういうふうに世間から周りから認められて初めて、あ、価値があるな自分でって思うんだよね。だけど、そのラッピングで武装する前に、本当にあなたという存在の価値は実はどこから来てるのか、どこにその価値が本当はあるのかということは見失っていることが多いんですね。それが人間の姿だよと聖書は言うんです。あの価値がなくなったというよりも、それが分からなくなってしまっているので、いっぱい、ね、ラッピングでもう気膨れしちゃってるっていうことになってないでしょうか。ということで、今日話していきたいのはですね、まだこれ話続くんですけど、結構ね、あの3つのことをね、話したいんですよ。あの価値を見失っている、自分の価値を見失っているあなたには価値があるんですよ、なぜならば、3つお伝えしたいと思います。これは聖書が言っている3つの理由です。あなたに価値があるとなぜ言えるのかということですね。はい、1つ目、なぜあなたは価値があると言えるのか。聖書が言っているのは神があなたを作ったからです。神があなたの作者なのだよと聖書は言ってるんですね。まあ、聖書のいろんなところに、ね、書いてあるんですが、例えば詩編139編というところ、まあ、13節と16節を抜粋していますが、これダビデ王様っていう人が書いたんですけど、まあ、神様に向かっている言っているこのある一つのそのお祈りなんですね。これね、あなたこそって言ってるのが、これ神様に対して言ってるんです。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられた方です。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。つまり、あなたは偶然にたまたまそこに存在してるんじゃないよってことなんですよ。人生の意味と目的、そしてプランを持ってあなたを作った方がいたんですよって言ってるんです。なので、業績とか見た目とかで武装したり、自分の価値を証明するために頑張らなきゃってする前に、もうすでにもともと価値あるものとして作られてますね、というんですね。皆さん、ギルバート・オサリバンっていう歌手知ってますか？好きな人いますか？ああ、さすが森田さんね、あの知ってると思いますよ。このこれ曲になるんだよね、ちょっと待って、アローンアゲインっていう曲知ってると思う。あーってね、うん、知ってるでしょ、ね、あのまあね、1970年代なんですよ。で、アイルランド出身の歌手でね、もうこの曲も最高だよね、もう本当に素晴らしい曲。
して、曲の内容がうんぬんっていうよりは、私昔 CD 持ってたんですね。でパッケージにそのいろんな解説とかが書いてあったりしてでしょ。で本人の言葉がね書いてあったんですけど、彼はねこういうふうにそこに書いてあった、正確な文言は覚えてないんですけど、こういう意味のことが書いてあったっていうことなんですけどね。曲を書き上げた時の喜び、これはもう何にも変えがたいと。 CD が何万枚売れるかとかそういうことじゃないんだと。そういうこととはそれに勝る喜びが今一つの曲がこの世に生み出されたということの中にあるんだっていうふうに、彼はね書いてたのがすごい印象に残ったんですね。ちょっと見ますけどね、はい、ずっと聞いてたいみたいなねでね、神様はですね、あなたがどれぐらい売れるかじゃないのね。あなたがどれぐらい世間に認められて立派な人間になるかという以前に、あなたを作った時にその存在を慈しんでくれてるんです。このメッセージのパワーポイントとか最近いつも塩田さんに作ってもらってるんですけど、彼いつもここで作業しててね、結構手の込んだのをいつも作るんですよね。私向こうの部屋にいるんですけど、なんかね一人でブツブツ言ってるの聞こえるのグフグフ笑ってたりとか、あーこれいいなとか一人で、ね、あーはっはっとか一人で笑ってるのね。だから作ることにね喜びを覚えてるんですよ彼もね。神様はですね、多分あなたを作った時に多分ブツブツ言ってたと思いますよ。このね、これ何これ超最高なんだけどとかね、めっちゃ面白いやつできたとかね、神様は一人でブツブツグフグフ笑いながらあなたを作ってたと思います。でね、あなたは神の作品だって言った時に、もしかしたらあなたは、え、もう物扱いですかみたいな、物ですか私みたいな、もしそういう印象を持たれるとしたらそうではないということを説明するために、創世記の創世記の1章の27節にこういう言葉があるんだということもお伝えしたいんですね。神は人をご自身の形として創造されたって書いてあるんです。神は人を自分に似せて作ったって書いてあるんですよ。でね、これはね、見た目が似てるとかいうことではないんですね。本質が似てるっていう、似たものにしてるっていうことなんです。でじゃあ神の形って何って思うでしょ。で、これはね一言で言えないんです。いろんな要素があるだけど、例えば人間は言葉を理解し話すというねことや、理性があるということね。動物のように本能だけで生きるのではない、理性というものを持ってる。そして知性、感情、意志がありますよねと。そして霊性ね、スピリチュアリティっていうんですけど、霊に、霊って幽霊の霊に、幽霊の霊って言ったらあれだなそうなんですけどね、霊に性質の性、霊性ですね、がありますということなんですが、じゃあ今度質問は、霊性って何って思うでしょ。これも一言では言えないのですが、例えば神を認識する能力とか、永遠を理解し永遠を思う能力とかね。永遠ってね、死んだ後どうなるかって考えるでしょ。犬とか猫でね、死んだ後どうなるかなって心配してる 人っていうか、犬猫はいないと思うんですね。で人間はそういうことがわかる。だけど今日はちょっと特に強調したいのは、この霊性というものの中にこういう要素っていうか特徴があると思うんですね。神と愛の関係を結べる性質。神様は霊なのでって書いてるんです。神は霊なのだと書いてる。だから人間にはある意味それに呼応できる霊が与えられている。それは神と愛の関係を結べる、愛し愛されることが神との間にできるという、そういう性質なんですよ。でここからさらにちょっとね込み入った話になっていくので、一生懸命考えながら聞いてほしいんですけど、じゃあ愛の関係に必要なものって何って考えた時に、自由意志が必要なんですね。自由意志が愛の関係のためには必要不可欠なんです。例えばね、私にはね素晴らしい美しい妻がおりますけど、ね、みのりさんですね。
僕たちラブラブなんだよねラブラブなんです。で、私が妻にみのり愛してるよって言ったら、彼女は必ずあなた、私もあなたを愛してるわって、必ず言うようにプログラミングされた AI ロボットなんです彼女は知ってました？ AI ロボットなんですね彼女はね。成功なラブラブでしょって言ったら、いやそれラブじゃねえしって言うでしょ皆さんね。それどこがラブなんですかって言うでしょ。つまり自発的に自分の意思で愛を表現できるのでなければそれ愛って言わないんだよね。ね、まあ娘で例えてもいいですよ。あの娘が AI ロボットだったらめちゃめちゃ楽だろうなって思いましたね。ね、そこ片付けなさい、はいパパ、ね、もう寝なさい、はいパパ、楽だよこれは。だけどどんなにいい子で可愛い AI ロボットがいたとしても、娘を愛するほどにはその AI ロボットを愛することは絶対できないですよね。でね、神様が人間に自由意志を与えたということは、そういう対象であるとものとして作ったということなのですが、それは同時に神はコントロールできないってことなんですね。だって自由意志でしょ。コントロールしたら自由意志にならないじゃない。なので神はコントロールできないということはですよ、人間は自分を作ってくれたその神様を無視したり、唾を吐いたり、その神様を足蹴にすることもできるし、人間同士で殺し合うこともできるということなんですね。で、その状態に陥っているのを、これを罪というんです。そして残念ながら人間はそっちに行っちゃったっていうふうに聖書に書いてあるんですね。だから自由意志って諸刃の剣なんですね。本当の価値をその作品に与えるためには意志を与えねばならない。だけどそれだ、その時に神から離れてしまう可能性がある、そういうものを神は作ったってことなんですね。で、この罪の状態のままそのまま人が突き進んでいくと、死後の世界においても永遠に神と切り離されたままになってしまう。これを聖書では滅びって表現してるんです。なので神様は自分から離れていった人間をそんな風にはしたくない。何としても取り戻したい。だけど自由意志をコントロールできないんだね。自由意志を侵害せずにどうやったら人間を取り戻せるんだろうか。そうだ、自らが人となってどれくらい愛してるか分かるように証明するしかないということで、神は人となられたんですが、それが2番目のポイントなんです。あ、すいません、これ出すの忘れてたねちょっと遅かったね、はい、あなたには価値がある。なぜならば神が人となったからなんですね。先ほどゴスペルの方々が、歌ってくださったジョン3:16という曲ありましたよね。英語でしたけど、あれは聖書のヨハネの福音書3章16節をそのまま取った歌ですよね。で、日本語で言うとこうですね。これ聖書の一番有名と言われているこの言葉なんですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという言葉ですね。で、この一人子って言ってるのがイエス様のことなんですけど、イエス様は神の一人子であると同時に神ご自身が人として来たものでもあると。ここが難しいところなんですよね。この間ゴスペルの練習やった時に、三位一体側何度聞いても分かんないんですけどっていうね、ご質問があって、父なる神と子なる神別々なんだけど一つなんですよ、もちろん聖霊も含めてね、という話なんですけどね。まあその方にっていうか皆さんに、ゴスペルの皆さんに説明したのは、神は3つの人格からなってるんだけど1人の神なんです。3人神がいるんじゃないんです。でもこれって全然人間の脳みその次元では理解できないことなのですという説明をしたんですね。なので人間には理解できないことを理解してくださいっていう、そういう世界なんですよ。私も40年間クリスチャンやってますけど理解できた試しがないです。なので聖書にそういうふうに書いてあるからそのまま受け止めるのが人間のへりくだった
姿なのですという説明をしたんですが、まあ、その話ね、ちょっと今日深めていくと時間が足りないので、三位一体がどうのっていうことはね、とりあえず置いといて、重要なことは神が一番重要な自分にとって大切なものを私たちのためにくれたんだということがポイントなんですね。で、それは私たちの罪を身代わりに背負ってイエス・キリストが十字架で死ぬことで私たちには罪の罰が下らないようにするということなのですが、まあ、そのポイントももうちょっと後でもう少し説明したいんですけどね。神が人として来たって言った時に皆さんの反応は、それはありえないよと思うでしょ。思うんですよ普通。神の存在はありえると思うよって多くの人が認めるんです。宇宙を作った神がいる、まあそれはあるかもしれないね、このすごい自然界の仕組みとか見てるとねって、それは多くの人が認めるんですが、その神が人間の姿で地上に立ってたことがあるっていうの、まるでファンタジーみたいって多くの人はね思うんですね。でも考えていただきたいのは、宇宙を作れる神がいるとしたら、その神様が人間になれるでしょ。だからできるかできないかで言えば、それできるじゃんっていう話。能力で言えばそれぐらいすごいことできるのに人にはなれないっておかしいでしょ。だから能力があるかどうかということで言えば、まあ、できるわけだよ。それはまあ理屈としては誰でも分かってもらえると思う。だけどそれでも人となったっていうと現実感ないなってなんで思うのかというと、ね、そう思う理由はすでにあなたの頭の中に神ってこんな感じという先入観がもともとあって、宇宙の彼方にいる人間にそこまで近寄ってこない遠い存在っていう、そういう神観が先入観としてもうすでに作られてるからなんですよ。でもその先入観にはおそらく何の根拠もないはずなんです。むしろ神様がもしね、あなたという人をもうこだわりにこだわって作り、でもそのあなたが自分の手から離れてしまった、それを猛烈に悲しんでいる親としての神だとしたら、どんな破天荒な方法をとってでもあなたを取り戻したいと思われたとしても不思議ではないのではないでしょうか。逆に言うと、この人となられた神、神がそこまでしてくれたということを真正面から受け止めるとですね、それはどういうことかというと、それほどに私を価値あるものとみなしてくれたんだなということになるわけ。なのでそれを受け取るとだんだんと、そうか、私の価値ってあの人が私をどう見るかじゃない、社会がどう見てるかじゃない、どう評価するかじゃない、神が認めてくれた私の本来の価値というものをその時だんだんと取り戻していくことができるんです。それが2つ目のポイントね。さあ3つ目のポイントですけど、あなたには価値がある、なぜならば神は罪人のために来たから、罪人である私あなたのために来たからです。さっきすでにもうそれ言いましたけど、もう一度このポイント、これがどういうことなのかをもう一回ね、考えてみていただきたいんですね。ローマ人への手紙の5章の7から8節というところにこういう言葉があるんです。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。罪人であった時に死んでくれたっていうのは、つまりあなたがこれだけ良い行いができます、これだけ能力があります、社会の役にも神様のお役にも立てます、それを証明しました、付加価値をつけましたという状態になって、初めて神様がお前みたいな良い子だったら、まあ100万円ぐらいかけて買い戻してあげてもいいかなと、十分にその価値できたねって言ってるんじゃないっていうことなんですね。相変わらず
唾を吐き続ける人間に、さあいつでもあなたがそれを選ぶならいつでも戻ってこれるように橋を架けたからね。でもその橋を架けるのに神の御子の命が必要だった。でもそれでもその橋を架けたいんだよって言って架けてくれた、橋を架けてくれた、それが神の愛だって言うんですね。あのくどいようですけど、イエス様は人間の罪を身代わりに背負って死ぬために生まれた、つまり十字架にかかることが予定されているわけです、生まれた時すでに、ね、つまり十字架でイエスを殺すのはその当の人間たちなんでしょ。自分を殺す人々を救うために来たんだよね。逆に言うと救う対象である人々に殺されるためにわざわざ生まれてんだよね。しかもその人間たちのど真ん中に赤ん坊というこの無防備な姿で降り立つんだよね。これってむちゃくちゃ怖くない？あの、私がもしイエス様の立場だったらっていうとちょっとおこがましいけど想像したら、私だったら要するにさ、ガチで武装して立ち向かっていったんじゃないんだよね。もうあなたが私を殺そうと思うならいつでもできますよっていう姿でそのど真ん中に降り立つってね、これは怖いと思うんだけど、それだけでなくね、私だったらねこう思うんだよね。そもそもそこまでしてやる必要あるかなってね、こいつらにそこまでしてやる価値あるかなって絶対考えると思うんだよね。神様もそうお考えになったと思います。そして神様が出した答えはその価値があるということなんですね。この人間たち、このどうしようもない人間たち、そこまでしてでも救いたい。ところが聖書はこの世界はなかなかこの罪というものがわからない、なかなか認めたがらないというふうにね、書いてあるんですね。イエス様生まれた時に、まあ、先ほどね馬小屋で生まれたって言いましたけど、なんで馬小屋だったんでしたっけね、ご存知ですか。聖書には宿屋には部屋がなかったからって書いてあるんだよ。宿屋はいっぱいでしたと書いてあるんです。で、つまりね、そのイエス様のお父さんお母さんのヨセフとマリアさんが、まあ、コンコンコン宿屋さんって、これよく子供のクリスマスの劇になるんですけど宿屋さんってやるんだよね。で、そしたら劇の中では大抵宿屋の主人が出てきて、あの、もう行って行ってとか、だいたい歌でやるんだけど、もう部屋はないですよみたいな、ね、あっちに行ってくださいみたいなやるんだよね。でも実際そういうことが起こったんだと思うんですよね。あ、ないですないですって言ったわけ。つまりさ、この宿屋の主人の立場からすると、神が人として生まれるというそのとてつもない瞬間に立ち会うというこの光栄なチャンスがあったのに、目の前でそれを捨てちゃったってことなのよ。もったいなくないっていう。で、これは実はすごくこの出来事は象徴的な意味が込められてると思うんでね。というのは、この世界に神が降り立った時に、この世界には神のための部屋がありませんでした、場所を用意していませんでしたということをすごくよく象徴してるんです。あの、聖書の別の箇所ね、今言ったのはルカの福音書、別のマタイの福音書っていうところには、あの、イエス様が生まれた時に東方の博士たちも拝みに来たっていうことが書いてあるね。東から来たなんか学者さんたちも来ましたと。で、この人たち誰って思うと思うんですけど、ちょっと細かい説明は省きますが、まあ、要するに外国人がイスラエルに救い主が生まれたという、まあ、ある種の啓示を受けて、はるばる遠路はるばる、あの、拝みに来たっていう、そういうことが書かれてあるんですね。で、誰、あの、彼らがどこに来たかというと、当時イスラエルの王様だったヘロデ王様のところに、つまり王宮にまず来たんですよ。で、聖書に書いてあるんですけどね、あの、なんか王様が生まれたっていうことらしいんですけど、その王様どこにいますかねって当時の王様に聞きに来たの。そしたらヘロデ王様はね、いや聞いてねえぞと、
それドキドキするよね。俺以外にどっかに王様が出てきたってって思うわけだよね。ドキドキするわけで、このヘロデ王様は宗教家たちを呼んで、 お前らちょっとこっち来て、なんか王様生まれたとか、なんか救い主とか言ってんだけど、お前らなんか知ってるって聞くの。そしたらこの宗教の専門家たちは、もうその時には旧約聖書があるわけ ね。旧約聖書っていうのはイエスの前に書かれてるの。で、旧約聖書にあるから、予言ありますって言って、ここに書いてるんですよ、救い主のことがって言って、で実際旧約聖書にはおびただしく救い主が生まれるという予言が事細かにあって、ちなみに言うとそれが全部イエス・キリストという一人の人に当てはまるので、神様はその救い主が来たらもうちゃんと分かるようにしてあると、事前にね、ということなんですけどね。この宗教家たちも、あ、予言があるんですよって、どこに生まれるかって言ってね、ベツレヘムなんですよっていうシーンがあるんですね。ちょっとそこだけ抜粋しましたけど、この宗教家たち、彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者によってこう書かれています、ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。この鍵括弧の部分は、ダブル括弧の部分は実際に旧約聖書に書いてある預言なんですね。これはこの救い主はベツレヘムという町で生まれることになっているという、そういう予言なんです。で、これを聞いてこの王様は、この遠くから来た学者たちに、ベツレヘムだってってね、お前ら先行ってきて、で見つけたら教えて、俺も後で拝みに行くからって言うんだけど、もちろん拝みに行かないんですね。で、行かないどころか彼が何したかっていうと、国中の赤ちゃんを抹殺するんです。そういうやつ生まれたら困るから抹殺するんですね。じゃあこれを知ってた宗教家たち、彼ら行ったかっていうと、彼らも行かないのね、スルーなんです行ったって書いてないんで、多分行かなかったんだと思うね、うん、でイエス様は大人になるでしょ。で大人になってイエス様は殺されるんだけど、誰がイエス様を殺すかっていうと、まさにこの宗教の専門家たちや、この国の権力者や支配者が率先してイエスを殺すように図るんですね。彼らも救い主を見逃しちゃったんでね。なぜだろうね。救いを必要と思ってなかったからなんですよ。自分が救いが必要な罪人だと思ってなかったんですね、彼らね。結構私善良に生きてますって、もうなんかすごい戒律守って一生懸命いい行いもしてるし、まあ権力もお金もあるから別に神とかは必要ないし、私も大丈夫ですっていう人たちだったんですね。つまりラッピングだけは立派だったんだけど、内側に神のための部屋がなかったんです。神を宿すことができなかったんです。なので心に救い主をお迎えする部屋がない状態だったんですね。聖書は実は人は皆罪人だって言ってるんです、ね。まあ、そこまでひどくないなってね、よく思うんですけどね。今朝のことなんですけどね、私うちフロアリングなんです。で朝日がバーッと差し込むと、フロアリングの上にホコリいっぱいでなんかホコリだらけじゃんと思ってね、朝っぱらから掃除機ガーってかけてたら、妻がそこさっき掃除機かけたばかりって言ったの皆さん、私たち人間はですね、俺結構ちゃんと掃除したって思うんですね。結構綺麗って思うんですよ。けれども光である神が照らすとね、とてもとても見れたもんじゃないっていう世界なのね。心の奥底まで照らされて、ドロドロしたものが全部見えるの、神様にはね。なので神様はあなたには救いが必要ですよとおっしゃるのです。だけど私罪人なので、救い主に私の部屋に入ってほしいとあなたが扉を開けない限り神は入れないんです。なぜだと思いますか？自由意志があるからです。神様はあなたの意志を無視して
土足で踏み込めないの、その部屋に。なので内側からあなたが鍵を開けるしかないんです。さあ最後にね、ちょっとビデオを見ていただきます。これはどっかのじゃないや、トルコの、誰かが撮ったビデオなんですけど、子供が車の中にね、2歳ぐらいの子供が車の中に、車の中に閉じ込められてるっていう、そういう動画なんですね。で、鍵が車の中にあるんです、ね。でね、周りの大人たちがほらほらほらって、ね、中から鍵開けてっていっぱいいっぱいね、サイン送ったり叫んだりするんですね。超可愛くない？この子もう何が起こってるか全然分かってないみたいな感じで ね。で、窓の外から大人がほらそこだよ、ほらそこだよって、鍵そこだ、ほら鍵鍵みたいな、分かる、ね、ほらほらそこ鍵鍵力開けてっつって、で鍵がね下の方に落ちてるんですね。そこだ鍵そこだよっつって、頑張れ頑張れ、で下の方に潜ってね、鍵を見つけてきたんだよ、ほら。で今度ね、鍵をそれなんかなんかやるんだけど、使い方わかんないわけ。鍵こうやってここ押すんだよ、押すんだよ、鍵のここ押すんだよって、ほらそこそこそこってやってるでしょ、ね。でね、鍵の鍵ね押すんだけど、多分施錠する方を押してんだよねこれね。ね、解錠する方はね下なんだよ、ね、そっちそっちそっちって言ってね、ね、そっちそっちそっちって、さあこの子は鍵を押せるのか、押して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 って、鍵押して押して、開いたあ、見事に開けましたね、はい、鍵を開けましたねかわいい、あーかわいいというビデオなんですけど、何が言いたいか分かりになりますか？かわいいってことも言いたいんですけどかわいいでしょってことも言いたいんですけど、もう一つ言いたいことは、鍵を開けられるように神様は今もあらゆる方法であなたにサインを送ってるってことなの。言いたいことはね、願わくばこの話もその一つであることを願いつつ話してるんですが、神様はそうやって開けるんだよ、開けるんだよ、そこを押すんだよって言ってるんだけど、代わりに開けてあげることができないんです。なのであなたが開けられるように一生懸命サインを送ってる、でも開けるのはあなたなんですね。で少年はそれを見て、一生懸命見て、そして一生懸命聞いて、そしてそれを信じて、ね、大人たちの言うことを信じてその通りにした時に鍵が開くわけね。冒頭に私プレゼントのパフォーマンスやりましたよね。私が素敵なプレゼントでもらったら嬉しいですと言った時に手を挙げなかった方がいたわけですねなぜでしょうか ね、どうせしょぼいプレゼントなんでしょと思ったわけでしょ。どうせ教会の礼拝出した500円ぐらいのぬいぐるみとかだろうと思ったわけでしょ絶対 ね。その、ね、想定を裏切るためにいいものを用意したわけよ、ね、要するに信じて責めてるわけじゃないけど信じて、信じた人が手を挙げた。だからね、信じて欲しいですっていう人がもらえるプレゼントだっていうことなんですね。神様はあなたの心をこじ開けることはできません。でも信じて欲しいですっていう方にはそのプレゼントを用意しております。そしてそれは素晴らしいプレゼントです。ぜひ心を開いて、受け入れていただきたいなと思います。私も皆さんの心をこじ開けることができません、ね、胸ぐらつかんでおめえら信じろよって、まあ、時々やろうかなと思うんだけど一生懸命抑えてるんです。なので、強要はできないのですが、もし
自分の意思でそうだ信じてみたいなと思う方がもしかしたら皆さんの中にいるかもしれないので、今日私が今からお祈りをしますので、もしそういう意思のある方は心の中だけでいいです。心の中でよかったらリピートして神様にその祈りを捧げてみてください。はい、じゃあ祈ります。愛する神様、ありがとうございます。神が人として来られて私の罪を背負って死んでくださり、墓に葬られ、そして3日目に復活し、今も生きておられる、そういう方であることを、イエス様がそういう方であることを信じます。どうぞ私の心に、私の人生に入ってくださって、私の人生を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。